はい、どうもガーです。前回ダーシーが電車の旅をしたんですけど、今回僕が選んだ駅はこちら。はい、新潟駅になります。今ね、絶賛改装途中なんですけど、まあ全然駅は使えるということで、まあ駅の路線図を見ながらどこに行くか決めていきたいと思います。それでは行ってみましょう。電車って正味もう何年も乗ってないよ。あ、マジで、うん、自信を持って俺切符の買い方とか知らねえし。マジ、うん、車文化なとこだと思うんだよ、うん、田舎でさ、うん、広い土地だから、うん、だから、まあ、学生とかさ、まあ、通勤でよく駅使えますよって人とはさ別で、俺は全然使わないから、うん、なおさらこうやって駅で降りて、その駅の近くにある何か食べ物だったり雑貨屋さんだったり、そういうものを見つけるのがちょっと楽しみで、今日はワクワクしてる。はい、ということで切符売り場までやってきました。今ね、本当に改装中でめちゃくちゃこじんまりしてる感じなんですけど、じゃあ早速今選んでいきましょう。前回は新津駅から鴨方面行きましたからね、こっちね、うん、ここからここ行ったんだね、うん。いや、俺さ、正味さ、うちらってまあこっち側だからさ、そうだね、こっちはまあ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 って感じじゃん、うん、で、今日は新潟からだから、こっち側行く、うん、新潟といえば新潟大学じゃないですか。おう、一番高いそうじゃない新大、うん、はい、人もいっぱいいるしさ、お店もいっぱいあるかもね、学生もいるし、うん、ちなみに切符ってどうやって240円とかね。正解。元気でやるよ。うん。お金またはカードを入れてください。クレジットカードはご利用できません。そこお釣りよ。え？そこお釣りよ。お金またはカードを入れてください。クレジットカードは上ね、お取り忘れにご注意ください。これ持ってねばね、え、持ってなきゃいけない、うん、今って、駅員さんが来てこう切るタイプじゃねえんだ。違うんだ。電車内でこう切るじゃん昔あれぐらいで止まってんだよね。やってきました。新潟大学駅前。人生初の改札口出口ってことで。さっきも通ったわ。引き換え券はないの？引き換え券はないの？引き換え券求めるスタイルね。引き換え券があるのかなっていう。待ってたけど出てこなかったわということでやってきました。新潟大学にはこっちにいると行けるってこと。あ、わからねー全然わからねー。6区間はい、とりあえずね、結構歩いてやっとこさ新潟大学前まで来ましたね。いや、 やっぱね、学生が多いっすね。うん、やっぱり。はい、ということで新潟大学やってきました。初めて足運びましたけど、いや、もうこれは一つの街ですよね。実際目の当たりにするともう何これみたいなびっくりだよね本当に。まあ、うちら行っても薬科大ぐらいだから。夜景見にね。そうそう、夜景を見に。みんなね、あの帰っても方の方だったらね、誰しもがね、大体ね、薬科大の夜景を見るんですよ。うん、
お、なんかいい匂いがするぞ。ポークカレーとかめちゃくちゃ美味しそうで、うまそう。でもって安くない？安いね。もうちょっと歩いてみる。もうちょっと歩いてみます。もうちょっと歩いてみよう。え？ラブルーム。もうちょっと待って待って待って。営業中って堂々と書いてある。そのラブルーム大丈夫か？気になるね。気になりすぎる。洋服や。てっきりさ、おじさん勘違いしちゃったね。本当に。服を洋服屋さんで。本当に。古着屋さん的な感じなのかな。かもしれない。担々麺屋っていう名前だけあって、担々麺専門店なんだから、うまい決まってますよね。気になるね。気になる。お店も混んでるね。混んでる混んでる。またどっか次回のタイミングでやります。はい。ということで、今回僕が一番気になったこちらのお店に来てみました。行きましょうか。やば、パフェやばいね。パフェいいじゃん。いちごとピスタチオのパフェ。絶対うまい。期間限定。これうまいわ。低すぎるなこれ。300ぐらいいけるわこれ。300グラムぐらい。これもダメだね。これめちゃくちゃうまい。やっぱランチプレートだけあってさ、こう野菜とかもしっかりあって、まあバランスよく食べれるんじゃないですか。やばい。一番嬉しいんだけど。上のクリームかな。うまっ。いいね。見た目もさ、重量感あって。これはどうしてたまらんの。あの。ごちそうさまでした。いやー美味しかったですね。いやー、まあ、ステーキも本当に美味しかったんですけど、ここパフェがやっぱ有名なのか、いちごと、まあ、期間限定なんですけど、いちごとピスタチオのパフェがめちゃくちゃ美味しかったです。ピスタチオの食感がねたまらなかったんで、もしお近くに来た際はね、ぜひとも皆さん寄ってください。それではまだちょっと時間もあるので、もう1軒2軒ぐらい行ってみようと思います。それでは行ってみましょう。なんならバスもめちゃくちゃ必要なんだけど。じゃあ次だね。次は神奈川デーモン。神奈川デーモンでございます。いやバスもいいね。いやーいいっすね。今日はちょっと調子に帰ってるの。めちゃくちゃいい。いいね、たまにこういうのも。はい、ということで続いてやってきたのが、古くから寝台の学生さんたちの胃袋を掴んで離さない、今も絶大な人気を誇っているこちらのお店、ローコートさんでいいですかね。では早速行ってみたいと思います。
大丈夫。多分学生とかちょっとご飯をいっぱい食べたい人に人気なんじゃないですかね。これよりここの店基本的に量が多い。やばいっすね。具材はシンプルで余計なもの入ってないんですけど、味付けが絶妙に、絶妙というか味付けが抜群にうまい。いや、これうまいもん。なるほど、ザーサイが食べ放題。これ食いながら思ったのね、この餡の中でなら俺溺死してもいいかなと思って。はい、ごちそうさまでした。いやーめちゃくちゃうまかったね。うまかった。もうびっくり超えたぞ俺。であと一つだけ訂正させてください。このお店の名前ラオカントっていうお店らしいんで、そこだけ間違いなく、いや本当に間違えて失礼しました。ということで、まあ、もう少し先歩いて最後エンディングまで行きましょうか。いやー本当にうまかった。マジここはここは超当たりだと思いますよ。はい、ということで今回の撮影は1号線の新潟大学駅ということで、まあ街ぶらしましたね。まあ新潟大学も見学できたし、まあうまい店もあったんでね、もしね視聴者さんの方もここいいよあそこいいよという方はたくさんコメントの方お待ちしております。では次の街ブラ駅ブラの旅でお会いしましょう。またね。